ということで、どうも、ふうやです。やばい、なんかめちゃめちゃ見られてる。そんなに俺珍しいか。まあ、緑頭俺しかいないもんな。ということで、今回は、閉じ込められてます。ほら、なんか世界が制限されてるでしょ。まあ、でも、まあ、ちょっと考えてみ。1マスじゃなくてよかったわ。ということで、今回は、こんな感じで、すべてのブロックが層になってる世界で、サバイバルやっていきたいと思います。層になってるってことは、これね、実は下に行けば行くほど、俺は強くなることができるんだよね。でなんと今回この世界で目標として、3体のボスを倒していきたいと思います。まあ、3体のボスっていうのは、まあ、いつも通り、エルダーガーディアン、ウィザー、エンドラだね。なんとそのボスが今回、この層の世界で倒せるんだよね。まあ、それだけ、ちょっとこの下にはね、いろんな世界が広がってるということで、まあ、まず、キー取るか。まあ、いつも通りでも村から始まってちょっと安心はしてるけど、村人多いな。じゃあまず、まあ、剣と、まあ、ツルハシとかもやっぱ下に行くためには大切かな。あ、いや、でもそっか。これさ、ゴーレムがさ、意外とたくさんいるんだよね。なので、まあ、とりあえずまず、全部のゴーレムを倒していこう。はい、1体目、2体目、3体目、オッケー。これで、鉄12個。いや、最初にしてはすごいな。これもう鉄ツール作っちゃって、あとはまあバケツとか、まあ、下に行くってことは、多分なんか洞窟っぽいのが広がってると思うんで、まあ、盾とかも作ろうか。ここでもね、鍛冶屋とかは、ないっぽいな。そして、あー、小麦ちょっとある。なんか食べ物がそんなにない気がするんだよな。まあ、だからね、ここはちょっと大事だから、小麦取ってこう。すごい！思った以上に小麦をゲットできたぞ。これもうこの中で暮らす村人の食料の全部俺が取ったでしょ。いや、安心しろ。俺が全ボス倒せば、この世界広がるから、多分。ということで、じゃあパンも作って、もうじゃあ下に行っちゃおうかな。まあ、もしかしたら村人の力を必要とする時が来るかもしんないから、まあ、また上に戻ってくる可能性はあるね。じゃあ、掘るか。もう早速なんか下に広がってないかな。いや、特に、あ、葉っぱだ。あ、木もある。そっか、いろんな種類のブロックがあるなら、なんか斧とかも持ってった方がいいな。よし、これで掘るか。はい。あ、でも、あ、いろんな木が、すごい圧縮されてる。これ多くでしょ？そしてこれが、まあ、白樺。で、あ、ジャングル。で、ダークオーク。待って。めちゃくちゃ、ゾンビみたいな声するけど。あ、これ桜でしょ？うわ、そろそろ来るな。これマングローブの次ら辺に来るんじゃないの？先にこっち掘っとこう。あ、やっぱなんかある。砂漠！まあ、今回はまあ、層になってるって言うけど、結構なんかマイクラ世界が圧縮されてる気がする。ちょっとやばいです。やばいやばいやばい。マミーって書いてあるね。包帯巻いたゾンビみたいなやつのことだね。やばいやばい。この量はまずい。何かこいつらをさ、すぐ倒せるためのトラップみたいのないのかな。ちょっと待って。これさ、ピラミッドがあるんだよね。これ中に宝があるっていうわけないか？まあでもこの周りはね、とりあえず何もないっぽいので、もう入るか。ちょっと、閉めよう。はい。オッケー。これまあ、ブロック置いたら入ってこれなくなるはず。まあ、まだハスクだけでよかったな。樽だ。え？なにこれ？ええー！これ、強いな。なんと、これを履くことにより、びっくりした。なんか、待って、やばいやばいやばい。上の方から入ってきてる。これ、上塞がなきゃ。いけない。ちょっと、ギャー！ちょ、待って。なんか、足速いやつがいる。あ、この靴履いたやつちょっと足速いな。せっかく靴紹介しようと思ってたのに。あ、でもこんな感じで水引くのいいな。よいしょっと。いや、強っ。そして、この靴を履くと、どうやら、落下ダメージがなくなるらしい。そして、待って、お前ら、どっから湧いてくるんだ？なんかここに入れる抜け道とか、あ、こういう場所だ。はい、閉じて。意外と難しいかもしれないな、この世界。ということで、じゃあまず、下掘ってみるか。まあ、宝はいつもここにあるからね。いや、あるぞ！マジか。で、まあ、落下ダメージはこんな感じで、効いてるね。あ、でもね、多分落下耐性がついてるわ。まあ、全然ありがたいね。そして、はい、このチェストの中は、金リンゴとか、壺とかもあるな。まあ、壺は関係ないかな。鍛冶型。水中歩行のエンチャント？まあ、でも今回はエルダーガーディアンとかも倒したいから、ちょっと大事になるかもしれないね。なにこれ？掘れって書いてある。よくわからんが、これ？なんだこれ？これは、最強ピッケルだね。まあ、こんな感じで、まあ、さっきのブーツといい、この世界にはすごい強い宝とかがねたまに隠されたりしてます、まあ、ちなみにこのピッケルの能力はもうめちゃくちゃ早く壊せる。いやでもこれありがたいね。この世界多分結構下とか掘らなきゃいけないから必要になるはず。あ、そしてあるんだ、ちゃんとこのピラミッドの下に TNT が。これ TNT はねたくさん持ってていいかも。でほらこの世界層になってるから、ここはねもう TNT の層なんだよね。そうそうなんですだからめちゃくちゃ TNT をゲットできると、まあこれなんか掘るのめんどかったらねなんか爆発とかさせてもいいしね。うん、よし、じゃあこれでもっと下行くか。はい、あー、え、なに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 、サボテンが一気に壊れた。あ、そういう仕様なのかな。そしてこれでもちょっと早く掘れすぎて逆に怖いわ。あ、え、なんだなんだなんだここ。え、あ、洞窟出た。あ、石炭石炭大事大事。これはあ、でも荷物を、もちろん今回ボスを倒すにあたって防具とかすごい大事になってくるからね。え、ちょっと待って、え、めちゃくちゃダイヤとかあるんだけど、ちょっとじゃあダイヤ取ってくか。えい、まあこれなさすがに幸運とかついてないか。え、ただ待って、見る限りめちゃくちゃダイヤあるんだよね。なるほど、じゃあこの世界だったら確かにボス倒せるかもな。はい、こっち側にもたくさんあるし、あ、でも、あ、本当に、お、層になってるわ。すごいわ。よいしょ、まだまだありそうだな。ほい、オッケー、20個か。え、でもこれほぼもうフル装備作れるんじゃない？このなんか壁の奥とかさらになんかない？いや特にこの壁の奥はなさそうかな。ただなんかここにねチェストとか、まあ、さっき樽の中にもアイテムあったよね。はい、え、なにこれ、ノックバックの棒だって。どんぐらいノックバックすんだろう。あとは、はい、お、あ、なんかチェーンの防具がある。全部しかもトゲの鎧がついてんだよね。じゃあ攻撃してもらおうかこいつらに。あ、ほらトゲの鎧だから俺を攻撃すると向こうにもダメージ入るけど、あ、ちょっと待って、ちょ、ギャー。いやでもチェーン装備は全然強くないな。いやこの世界ちょっと気抜くと命取りすぎるわ。防具とかは固めちゃっていいかも。あと一応ネザライトとかがあった時のためにダイヤツルハシとかも作っとくか。いった、え、待って待って、え、びっくりした。超痛いと思ったら剣持ったゾンビか。え、でもこれさ、ノックバックの杖強っ、めちゃくちゃ飛ぶね。よっしゃ、これでまたさらに下に下がってこうかな。よっしゃ、また下掘るか。はい、ん、何ゾーンだ。あ、これハンモしたやつだね。おー、あ、これ乗るとなんかペコって折れるやつ。あ、復活してなんか俺閉じ込められちゃった。でこれが乾燥したワカメとか。え、あっぶね、鍾乳石だこれね。めちゃくちゃダメージ強いからね。え、待って、てか、え、あ、ダイヤだ、ダイヤ。あとねちょっとだけダイヤ欲しかったから。おお、ここでさなんかうまい感じに TNT 使えないかな。よし、こんな感じで TNT 爆破で、おー、いやーべえ、あれ今日俺やられすぎか。いやでもちょっとさすがに今のは俺が悪いな。あ、待って、あとエメラルドとかもいいね。村人となんかいろいろ交換できそうだからね。どうじゃ、これで、あ、ダイヤいい場所あった。よし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 。これで、じゃあ下掘っていくか。はい。あ、この下に、なんか、あ、マグマの層があるんだ。へえ。うわ、でもこれなんか下移動するの大変そうだけどな。じゃあここ一回、水塞いで、多分ね、鉄ピッケルだときつい。消え、うわー、はあ、掘れちゃったこのピッケル早いな。あ、でここダイヤじゃん。てか、え、しかもなんか下からねブレイズみたいな音すごいするんだよね。まあ、じゃあここでダイヤめちゃくちゃ取りつつ、あれ他にどの層があった。上が金でしょ、鉄でしょ、でマグマはやばい。よし、危ない危ない危ない。で、まあ、ダイヤはさすがにもうこんなんでいいな。そしてこの下が、あ、やっぱネザーゾーンだ。だから黒曜石もなんか取っておきたいな。もしかしたらそのネザーとかもいけるかもしんないからね。よし、オッケー、黒曜石集められたんで、まあ絶対下なんかいるんで盾つけて下がるか。おい、あーぶね、はあ、後ろに下がりすぎた。熱い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 。ちょ、待って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 、想像以上にブレイズが多い。こういう場合はほらこうやって逆に掘れるということは、はい、自分の隠れ家も作りやすいということ。いやー、危なかったね。まあ、これで、じゃあまあ、レギンスもダイヤにして、このね、ブーツは優秀なんで、このままでいいかな。はい、じゃあこれで、まあ、とりあえずまず、ブレイズを倒さなくちゃいけない。まあ、ただ、ここにブレイズがいるということは、ここで、まあ、ブレイズロットを取って、エンドに行けるようになるんだろうな。にしても、多すぎないか。はい。これで、でもね、これさ、周りに結構ネザライトとかね、あるんだよね。よし、これで、まあ、今回8本集める必要なかったかもな。もう一応壊しちゃうか。怖いし。よいしょー、オッケー。じゃあ、これちょっと、周りのね、古代の残骸とか取っていきたいね。まあ、たださ、ネザライトってちょっと、作り方が変わったじゃん。鍛冶型とかを必要とするようになったから、これ果たして作れんのか？あ、これ樽じゃん。はい。え、剣？お！ドロップ増加の剣だ！おー、嬉しい！先に開けとけばよかった。そして、これなんだ？ん？え、あ、焼けてるネザライトインゴット！なるほど、ここで、焼いていいよってことか。いや、でも、鍛冶型がないと始まらんのよな。まあ、でもね、古代の残骸自体は、すごくあるね。よし、これで、ネザライトのかけら焼けたんで、はい、ネザライト5個作れたね。やっぱ鍛冶型だな、問題は。まあ、この先でゲットできるかもな。ということで、じゃあ明らかになんかここの真ん中掘ってみたいなマークがあるんで、ここ掘るか。よいしょ。ここやっぱネザーゾーンだな。はい。あ、ネザーレンガ。これなんか奥に広がってるとかない？ちょっとまあ TNT で確かめよう。まあ、ちょっとさっきの反省を踏まえて縦でちゃんとガードしよう。はい。おお、あー、ちょ、マグマーいや、でもまあ特に何もなさそうなんで掘るか。うん、あ、こういうのとかは廃要塞のブロックとかだね。え、でも、熱々びっくりした。これネザーゾーン終わるか。あ、雨、嘘だろ。え、ディープダーク来たんだけど。で、今回の目標、ウォーデンは一応いないからね。うん。だって、うわー！やめろ！やばい、スカルク手裏剣。あ、これね、クワの方が壊しやすいんだよね。待って、え、でも待ってね、これね、盲目とかがつかないってことは、これ多分ね、ウォーデン出てこねえな。あ、ほら、もう乗ったらすぐなる。これ多分ね、なるだけだね。あー、びっくりした。ビビらせ要因だ。よし、どんどん掘れた。あ、鉄の原石ブロックとか。ん？これ、やばいって。こっからは丁寧に掘ってこう。あー！あっぶね！危ねえ。なんだここ！うわ！うわー、すごい。またなんかちょっと広めの洞窟。今度はちょっと深くなったね。うん、深層ブロックとか使われてるけど、まずい！毒は効いてないって。はい。あ、待って。なんでこんなに魔女がいんの？てか。うわ、これもう一回隠れるしかねえな。うん。いや、これ俺ね、牛乳とか持ってないからね。うわー。ここはだいぶ厳しい戦いになるぞ。いや、これさ、いやでもすごいエメラルドとかあるからすごい欲しいんだけど、うわ、あ、こいつらなんか移動速度上昇とかついてるか。あとね、真ん中に樽があるんだよね。これちょっと見たい。さっきからマジで最強アイテムばっか来てるから、ダイヤ剣だと。あともう一つある。ブラシ！このダイヤ剣は、あ、なんかフレームがついたダイヤ剣っぽいね。なるほど。つまり、叩くと相手に火がつくわけだ。そして、このブラシはなんだ？なんかさ、壺とかがたくさんあるけど、なんか使えたっけ？本来であれば、あそことかにある、まあ、砂利とか砂からアイテムを出せるっていう能力なんだよね、ブラシ。なんか特別なアイテムとか入ってんのかもしれないな。よっしゃ、このフレームソード。暗い！お！いいんじゃない？これで、じわじわ与えていけば。やばい。こいつだ。うっ、すげえ。火炎耐性。もう適応してきてる。だが、はい。もう毒は投げさせない。もう追い込め。よし。いや、強いな。で、まあ、マジでたくさん鉱石がある。まあ、特にエメラルドは回収したいと。そして、まあ、壺とか割ってみるか。あ、壺を割ったらレンガになるんだ。壺にブラシは使えないか。じゃあ、あ、こういうちょっとね、砂利と模様が違うんだよね。わかりづらいけど。うん。これ何も入ってないね。ブラシはガチでいらなかったか。まあいいや。まあとりあえずこれで、はい。全魔女、あ、いや、まだいた。いって、やめてって。ただこれでもう全魔女倒したな。うわー、頑張ったなー。そしてちょっとエンチャントできる可能性もあるので、まあここのラピスラズリとかもゲットしようか。オッケー。まあまた必要になったら取りに来ようかな。さあ、じゃあもう下行こうか。なんかね、ここに矢印があるから、まあ、ここ掘ってけっていうことなのかな。うん。あ、なんか、砂だ、これ。はい。うん、これね、怪しげな砂だね。やっぱアイテムはね、出てこないから、もう普通に掘っちゃおう。えい。えい。いや、でもこれ結構もうね、深くまで掘ったけどな。さらにエメラルドを獲得できる場所じゃん、ここ。おお！そして、あ！これなんかさ、なんだっけ？なんか古代都市の真ん中にあるポータルに使われるアイテムだけど、これ、型！これ、あれ？ダイヤとかじゃないと破壊できないんだっけ？これどうやって破壊すんの？黒曜石以上じゃない？あ、でも、あ、ギリギリ亀裂は入ってるね。え、こんな硬いブロックあるんだ。いや、結構かかったな。これが層になってんのは大変だな。そして、これは雪だ。あ、これかぼちゃじゃん。あ、待って、氷だ。ん？なんだこれ。あ、なんかでも、結構洞窟系アイテムから、これもう外系だよね。あ！これね、めちゃくちゃレアと言われてる、なんだっけ、フロッグライトみたいな。カエルが関係するアイテムだよな、確か。ほら、フロッグライト。うん。あ、すごい、こんなにふんだんに使われて。待って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 。やばい。これわかった。これ、水ってことは、これさ、一回足場作ろう。これで。よし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 。これね、やっぱ空気穴が少なすぎるから、まあこういうところを、まあ例えば TNT でね。いや、使い方間違えなきゃ、すごい TNT って使えるから。はい。おー、めっちゃいい穴。ここに戻ってくれば、空気が吸えるよって感じだね。ちょっと待って。これは、ん？これ？エルダーガーディアンのスポーナーだ。まあ、ただ問題は、この、フレーム効かないね。きたー！待って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 。ちょ、あー！痛すぎ！え、これちょっと、あ、普通に逃げたい。いや、これとりあえずまず、そこのスポーナーを破壊するところからな気がするな。はい。うわ、あ、オッケー、おー、危ねえ、破壊できた。で、こいつね、ビームがマジで強いから、この、なんか、サンゴ礁とかの周りで、こうやってビームを切る。そう、ブロックで切れるんだよね。一パンチしてから、あ、あ、呼吸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 。地道に戦ってこう。よし、行くぞ。もう結構叩いてるけど、ほ、一回、おー、すごい避け方。で、一パンチ、うわ、危ねえ！ギリギリ切れる。おい、いや、まだやられないか、グー、いって。見えた？くつろいでやがる。終わらせる。はい。はい、これ切って、2、オッケー！倒したー！まず、1体目のボス、撃破だね。いやー、にしても、強いなー。水抜いて、もう掘れるね。おー！めちゃくちゃ早い。そして、なんかダイヤブロックあんだけど、お宝眠ってたんだ。すごいな。ピンポイントでお宝いったけど。鉄ピッケル、これシルクタッチついてんだね。知らなかったわ。そして、もう結構掘ってきたけど、なんだこの硬いブロック。あ、竹か。あ、蜂蜜ブロックだ。そして、もうでもだんだんね、もう名前がよくわかんない。これまあ蜂のやつだよね。で、銅とか、いって、あ、これ、あれじゃん。エンダーチェストじゃん。これさ、例えば、これ、まあ、シルクタッチついてないか。エンダーチェストってシルクタッチないと掘れないんだよね。まあいいや。じゃあ下掘っていくか。あ、レッドストーンとかラピスブロック。おー、ここら辺もうなんか鉱石系のブロックじゃん。あ、ネザライトブロックはあんの？頑張って作っちゃって、俺。そして、あ、これ待って。火事台っぽい気がする、俺。ほら、火事台。火事台は確かクワとかが一番早く壊せんのかな？はい。エンドブロック。よいしょ、エンドストーンだ。え、なんだここ。ってことは、エンドがあるってわけ。うわ、いや、なんか普通にまたウィッチいるんだけど。こいつはダメです。借ります。よし。スライムブロックとかもあるし、あ、ビーコンとかもある。これビーコン使えるよね。だって、ね、あんなにブロックあったんだから、ちょっとこれからボスと戦う際には、ビーコンを使いましょう。そして、ここはなんか、あれが樽があるわ。じゃあこの中、はい。また棒か。なんか、すげえ強い棒って書いたんだけど、どうだろうな。ちょっと、まあ、ダイヤ圏と比較してみないとわかんない。まあ、で、ここ、なんかバッテンの真ん中掘っていくか。はい。なんかちょっと、あれみたいな声聞こえない？はい。ん？あ、アメジスト。で？うん、聞こえるね。え、ウィッチの声もする。うわー、これ待って、すげえ強い棒。え、すごい強い。一発、これはダイヤ圏余裕で超えてるわ。そして、あ、アレイもね、確かにいるね、ちゃんと。アレイってさ、なんかブロック持ってるじゃん。めちゃくちゃいいやつ持ってたりしないか。かぼちゃまあまあまあ、でも、いや、これ最強の武器ゲットしたぞ、マジで。いや、こんなに棒強いとはな。え、ここにも樽ある。ダイヤ圏また攻撃力 135? 棒が一瞬でかすれた。嘘。いやもう いらない。これだけでいいよ。だって。いや、さすがにこのダイヤ圏の方が強いんじゃない？ちょっと試してみたいけど。うわー、なんだここ！あ、やばい！おー、すごい！もう余裕で。はい、はい。もう、連打。あ、ただ、やばい。こんなに強くなったのに。普通に死にかねない。やめて。ガチでやばい、おー、楽だ。待って、ここら辺、なんか、あー、シルバーフィッシュ！ついに、いや、対策されてたな。うん。そして、まあ、シュルカーも一撃っていうのはやばいな。この棒は、あ、やっぱ棒よりダイヤ圏の方が強いわ。そしてね、なんとエンドポータルを発見したんだよな。もうじゃあ、ここで、エンドラいけるって、ってことだな。やばい、待って、シュルカの音ですね。あ、そこか。ブロックに紛れてる。あー、もう死ぬって。でもシルバーフィッシュとかもいるからね、ちょっと、安易に掘れないんだよね。あー、出てきた。いや、どうしよう。まだね、エンダーパールとかもゲットしてないから、一回じゃあ地上戻ろうかな。よし、まあ地上に着いたんで、まあこれでまあ、まず村人とかと交換しようかな。ちょっと待って。ゴーレムさ、この剣一撃かな。一撃。まあ、この剣があれば、まあ、ウィザーとかも倒せそうだな。今回あんま、正直防具は強くないからね。ということで、まあ、矢細工台とかで、まあ、矢を交換したり、これを進化させると、次は弓とか売ってくれないか。あ、売ってくれた。よし。あとは、聖職者とかいないかな。そうすればエンダーパールを交換できんだけど、いや、いないか。まあじゃあ、ちょっとじゃあここでもうネザー行っちゃおうかな。よいしょ。オッケー、これで行こうか。ネザーもこういうなんか閉じ込められてんのかな、この狭い空間に。お、来た。おー、あ、閉じ込められてるわ。ここもなんか下にありそうだな。お、なんか逃げてった。うわ、わかった。俺のとの力の差。痛い。やめて。襲ってきたな。いや、なんかゴーレムが来た。連れてきちまったんだ、俺が。あー、しゃーねえ。いつもの借りだ。助けてやるか。すごい来るな。よいしょ。あ。よし、行くか。まあ、ちょっとマグマに気をつけつつ、まあ、気持ち階段作る感じで。多分全然作れてないけど。はい。こっち掘って、ここを回るように掘ろうか。さあ、どうだ。いて。いえー、やばい。あー、ウィザースケ。あー、ちょっと、やばい。またやられるわけにはいかないんだ。よし、ここで、隠れる。危ねー。これで、回復しつつ、ウィザースケいたな。これさ、もうドロップ増加の剣ゲットしたじゃん。これ果たしてドロップ増加いくつがついてんのかわかんないから、試したいんだよね。まあ、これの数値によっては、まあ、エンダーパールとかも余裕だよね。そして、ちょっと待って。もう弓をゲットしてるんで、はい。で、うわ、ここら辺もやっぱピグリンとか多いな。一回掃除するか。うん、俺強いし。かかってきな。あ、ほらもう、ゾンビピグリンとか一撃で倒しちゃうから、こいつら周りのやつ敵対してこないんだよね。あ、来た。これちょっとまず一体だけにしといて、はい。これで、まあ、危険だからね、これは。だからちょっと弱いんだけど、どれぐらいのドロップ増加だ？うわー、すげえ！嘘！マジか！これ待って、頭1個落ちたね。いや、これ、ドロップ増加100ぐらいあんじゃない？それぐらいあっても頭1個しか落ちないのか。はい。まあ、でも、これで1個ずつ落ちればこれで終わるんだけど、今何個だ？あー！ 1 個ずつ落ちたー！ウィザースケの頭3個マジか。はい。で、さらに、まあ、ここら辺エンダーマンも湧くでしょう。さあ、エンダーマンいたぞ。はい。危険でエンダーマンは、むずいか。あ、船とかに乗せとけばよかった。いや、でも、あ、いや、ちょっとやっぱこいつ油断できねえわ。はい。もう結構叩いたけど、あ、おーマジか。今回やっぱこの、宝がめちゃくちゃすごかったね。ここでもう、ウィザード戦うか。まあありだな。あ、じゃあちょっとその前にいいこと考えた。これだけドロップ増加があるのであれば、これでホグリンを倒して、よし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 。まあこうすることで、めちゃくちゃ肉ゲットできると。すごい量だな。よっしゃ、これで肉も焼けつつ、ソウルサンドをそういえばないな。これまあ掘れば見つかりそうだけど。あ、あった、ソウルサンド。これで、あー、びっくりした。これでじゃあウィザーと戦っていこうか。ちょっとネザーじゃビーコン起動しなかったんで、現世で作ろうかな。さあこれでどうだ。ビーコンいまいち分かってないんだけど、きたー。これが最大のビーコンだね。これ攻撃力上昇気になるけど、いや、ありか。攻撃力上昇とこの再生能力にするかえ、すでにやばいけどさ、攻撃力おついた。でまあウィザーはこのウィザー状態とかになったりするから、強っ。これなんか不安になってきた、一気にちなみに耐性とかつけたらどうなる？ゴーレムが強いな、普通に。よいしょ。危ねえ。まあじゃあ耐性つけていくか最初ってことで、あ、すごい回復能力やっぱ便利だな。まあ、ただウィザーはねちょっと油断できないね。ということで、まあちょっとこの村荒れるけど、まあいっか。さあこれで戦っていくか。いやまあ多分まだでも最初さ、剣が届かないんだよな。それでも結構難しそう。さあ来た。あー来るぞ。これなんか、おお真上。これさ、牛とかがいたらなんかもっと楽なんだけど、一回食らったら致命傷だね。これさ、あぶねえ。エンパ投げて攻撃みたいなさ、こういうなんかすごいなんかやばい戦い方できない？おい、なんかでも食らってない、結構あいつ。そして再生能力で回復しつつ、まあ、やばいと思ったらこの中に隠れて、いや、ありがとうな村人。おっ、あ、いいいい、すげえ。うわ、ただ待って、やべえ、俺がウィザー状態になっちまった。村人助けてくれ。まあ再生能力もあるし、まあ食料もあるから、うん、大丈夫だとは思うけど、うわ、だいぶウィザー状態長いな。まあ一旦落ち着いて、まあでもすごい、マジで3分の1ぐらい削れた。しゃ行くか。これでちょっと不意打ちするか。ここの屋根に乗っかりつつ、ここ、おお、いいいいいい、よし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 、はいー、待って、よしよし、倒した。でもやばいって、こんなに強い剣を持ってしてもこんなにギリ、しかもビーコンもなきゃこれ終わってたべ。危なかったー。え、すごい、なんだかんだいい戦いできるんだな。うん、あ、村もだいぶ荒れちゃった。さあ、オッケー。ちなみにこれさ、エンパ外に投げたらどうなる？なんか、食らうかな？食らってる！あぶねえ！これはどうにかしないといけないわ、俺が。よっしゃ、これで、もうね、エンダーアイ作って、エンドラ戦行くか。よいしょー、オッケー！ってことで、じゃあこれでエンダーアイをはめて、いや、これさ、でもそこに矢印があんだよね。なんかエンドポータルの下を掘れってことかな。まあエンドラ倒した後に掘ってみるか。まああとまあこの落下耐性がついたブーツつけていくぞ。1000万、え、ここで戦いってこと？このなんかエリアより外に出れないんだけど、あ、でも、あ、弓は当たるんだ。うん、じゃあ倒せるな。うん、剣も強いしね。はい、よいしょ。で、はい、そしていててててててて、いや、油断できない。あー、エンダーマンか。はい、こいつ真ん中来てくれるかな。あ、これさ、柵壊すのむずくない？だってちょっと下に行かなきゃいけないじゃん。一瞬で帰ってくるか。じゃあ、あ、でもそっか、なんかエンダーパールとかで行かないと帰っていけないんだ、これ。はい、でこれ、あ、でも待って、あ、ここら辺だったら、あ、でもやばいわ。で、ドラゴンブレス痛くない？オッケー。これでもう倒すだけだ。多分ね、この円は外側に行けば行くほどダメージが食らうシステムなんだよね。やばい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 、危ねえ。だからこの世界に気をつけつつエンドラ倒していくか。あ、これ真ん中来るぞ。さあこのさ、攻撃力135ってさすがに一発はきついか。はいはいはい、これさエンドレにさ、そうだから外側に吹っ飛ばされたらまずいわけよ。うん、いきます。くらえ、おおほぼ一撃でしょこれ。じゃあこれもう矢で終わらせちゃうか。はい、あ、真ん中来る。ちょっとオーバーキルになっちゃうけど、この剣でやらせてもらっていいか。じゃあいきますか。くらえ、よっしゃーやばすぎる。まあでもこれでボス3体倒せたね。いやまあでもこれだけ強くないと倒せなかったわ今回。うん、別に強すぎるってことなかった。うん、ウィザあんなギリギリだったし。ということで、じゃあ矢印の下気になるから行ってみるか。あ、なんかポータルが消えてる。じゃあここ真ん中掘るか。あ、危ないって。え何もないパターンか。はい、じゃあこれでん、なんか奈落落ちとかありそうで怖いな。やめてくれよ。あ、またこれか。この超硬いブロックね。おー、仕込まれた。お、そして鉄ブロックとか、あ、木とかもある。羊毛、あ、シルカーボックスだ。ん、え、なんだここ。え、あ、なんだこれ。あ、この世界おしまいって書いてある。えってことはちょっと、じゃあ押すか。はい、おー、すげー、広がってる。お、お、世界が広がった。元に戻った。よかったー。これでついにあんな、まあちょっと狭めのワールドから解放されたな。いやー、てことでこれで次の動画からも俺は普通にサバイバルできそうだな。